スタジオリバーサイド。はい、おはようございます。竹下敦です。私離婚してるんですね。離婚してるんですけど、私はまだ彼女のこと好きなんですね。で、離婚してるんですけど、LINE でやり取りしてたり、するんです。だから離婚する前より、仲いいかなっていう感じです。でね、昨日このよいしょ、このブルガリアのギターを、飼っていた、ね、猫の、ウリキさんにこう色合いが似てるから、このギターのことを、ウリ君と名付けて大事にしようかなっていうふうなことをメッセージで送ったら、確かにウリ君に似てるから、ウリ君でいいじゃないと彼女も言ってるんでね。ということで、このブルガリアのギター君はウリ君という名前に決まりました。はい、僕は、今でも、彼女のことが好きです。はい、向こうは嫌いかな。それではまた。